関係者によりますと、サミットの開催期間中、首脳が訪問する可能性のある平和公園では、警備上の観点から原爆ドームを含む一帯が来月18日正午からサミット関連行事が終了する21日までの間、サミット関係者以外の立ち入りができなくなります。原爆資料館やレストハウスなど公園内の施設も休館します。平和公園では今月下旬から工事用フェンスの設置が始まるということです。